人、物、金をテキサスへ CCIM のルークですす今日はテテキキササススからお届けします、えー、テキサスというとですね去年、まあ、イーロン・マスクが引っ越してきましたけども、えー、ついに12月1日にイーロン・マスクが CEO を務めるテスラ社もカリフォルニアからテキサス州に本社を移転しました。 先月11月にテスラ社が、えー、テキサス州の当局に提出した文章でオースティンに作っているこの工場これに10億ドルを超える金額を投じるとしてこの工場年内には建設を完了するという意向を表明しましたイーロン・マスク CEO は Twitter でこのギガテキサス 新工場には、100億ドルを超える金額を長期投資するということを表しして、少なくとも2万人の直接雇用と10万人の間接雇用を創出すると述べました。100億ドルというと、日本円で約1兆1兆1300万円ですかね、それを上回る金額です。その イーロン・マスクさらに驚くのは、i イッターで、えー、今年は110億ドルを超える金額を納税すると述べたんですね。110億ドルの納税ですえこれは、やっぱ先日、動画でお伝えしたように、イーロン・マスクは、アメリカのタイム誌の今年の人。 オブザイヤーに選ばれたわけですけれども、それを受けて、民主党のウォーレン上院議員が、えー、マスクはもっとです、ね、他人に無視するのをやめるべきだとツイートしたんですね。それに反応して、イーロン・マスクは、今年はアメリカ人として史上最高額を納税するなどと投稿したんです。 マスクはこの、まあ、納税するお金を捻出するために過去数週間で140億ドル分のテスラ社の株を売却しましたこれを売却する前にイーロン・マスクは6250万人のフォロワーに対して自分がテスラ社の株10%を 売るべきか売るざるべきかということを尋ねました。まあ、それに対して売るべきと答えた人がまあ過半数を超えたわけですね。まあ、その結果彼はこれをまあ売ったわけですけれども、えー、イーロン・マスクまあ世界で一番まあ資産家のわけですけれども、実はテスト社からは給料もボーナスももらっていません。 彼はですね、あのーまあ、2018年に決めたわけですけども自分の報酬は会社の時価総額と業績に応じて取るという仕組みを、えー、になってるんですね。えーまあ、会社のですね目標を目標の時価総額、えーまあ、まず 1000億ドルに想定しまして、まあ、そこから500億ドルずつこう刻んでですね、まあ、これ、まあ、トランシェというんですけども、えー、順位段階で、えーまあ、そう設定しています要は、まあ、1000億ドルの次は1500億ドル、えー、次が2000億ドルとで最高は最終的には6500億ドルまで設定してるんですねそしてこの業績の方なんですけども 業績は売上とあとは調整後の ebit ダー、ebit ダーというのは、簡単に言うと営業利益に減価償却を加えたものですけれども、それによって決定されるということです。これは200億ドル、売上ですね、200億ドルから8つの段階があって、ですね最大値が1750億ドルということです。 そして EBITDAN の,の方はですね15億ドルから、えー、8段階にこうなってるんですね、まあ、こういった、えー、報酬の取り方要は結果でなかったらもうただ働きロ円ロドルなんですけどもね、あのー、で、まあ、今回もそれに応じて、あのー、会社の株の1%のストックオプションを持ってるんです。 まそのストックオプションをま皇室するためえ、そしてこのま税金を払うためでま今回ですね自分の株10%を売ったわけですけどもま本当にイーロンマスクま賢いし、まよく働くし素晴らしいと思います。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。